読み込みで。急に久しぶりに赤髪見たんだけど。赤髪じゃねえよ。荒髪見た赤の。髪ね。九尾の狐みたいなのがいるね。ね。同じ画結面局っぽ動い。物なんてさ、助けてくれる動物なんて全然出ないじゃん。騙されないよ。この後ムービーだもん。足音聞こえるんだよね。嘘。気のせい。あ、なんか俺今日具合悪いと思ったら、あら、久しぶりに始まった？普通に。ムービーサボってる？なんか具合悪いと思ったら、インフルエンザウイルスだ。ウイルスじゃねえや、ワクチンだ。めっちゃ症状出てる、今。鼻水出るし。なんか今日鼻そ詰れまっまずいてんね。なとか。それ意識しだしたら急になんか具合悪くなってきた。そうか、だからこんなに腕が鈍ってんだ。何これ、ここにいるじゃんね。なんかなんドかラクエしみたぼいいてんな、じゃん。ドラクエみたいな言い方したよね。ドラクエ10みたいな。ちょっと同じ方向行こうか。ケアできるよね。屋根の上マあシるなにしね。といて。建物の中？ちょっとこれ邪魔だね。大あ、体危どない危のぐらいのない危距ない。離で爆発か分かってきて、こっから覗きたいもんだって。じゃあちょっと上から行ってみようかな。上にどうせ弓兵いるんじゃない？ちょっと見てくれ。あ、いますちょっね。と一発万目しとくわ。出たとこに2人いるか。ただ2人なんだよ3いね。るね。2あい人いつうる。まいこと光のやつと一緒にいるな。ただそんなやつはこれだ。え、区内で消し見てた。た、見てた。ねえ、消えたよね。あいつ戻ってこないかな。ここ行けるぞ、多分。すのげえやいいつ立倒地だぞ。した。戻ってくるぞ。シャドウキルできる、これ絶対。ただ射程範囲がなんかよくわかんないんだよな。後ろ取らないとちょっとまず無理なんだよね。だから冷静に後ろ取るか。ナイス。くるくる。オッケーオッケー。よし。ここで。見てああ、る。後ろ取れ見なていんるだけか。ど、全然。全然後ろ取れない。一回後ろ取って、全然取れてない。やれてんじゃない？なんかさ、いろいろ操作がキャンセルされたんだけど、今ので。なんだよ。操作がうまくいかないのが本当やだ、一番。シャドウを切るっていうのを試していくか。もういないよ。あれでいっか。彼をシャドウを風の切るせいしてみかようか。な、ウイルスのせいかな。どこにいんだ。これを、すごいぐるぐる回ってるけど。この人を、呼び出した方がいいんじ海ゃのない？中で、え、何やってんの？箱をやって倒すのね。よく大丈夫だったね、今。爆弾が周りを回ってたじゃん。なんで今突っ込んだの？どうせこれ気づいね。てなかったんでしょ？ねえ、人玉が回ってたでしょ？あれの周りを。全然認識してなかったでしょ？認識してなかったでしょ？回ってたら知ってた、知ってた。いや、なんでもう。キル取っちゃったの、あれの。一緒に死ぬつもりで行ったよ。どういうこと？ああ、見つかってるよ。なんでここどこ？あれ、ちょっと待って、ここから始まってんの？ そうそう。何当たり前のようにさ、ここから始まってんの。どこと思ったよ。何これ。こいつ、何これ。あのさ、シャドウキルをさ、
あの、うん、ベジータみたいな返し方されたんだけど、もうシャドウキルのモーションに入ってたのにさバーンって弾かれたんだけど、シャドウキルはイコール何、その殺して死体消しするのを一連の動作でまあやってくれるみたいな、そんなイメージ。はい、自分がやっぱ影の中にいる時だね。それでなんでここから始まったの？そうそう、どこだよここ。あいつはやるしかないな。あー、痛い痛い。お、ナイスシャドウキル。よしよし。いやー、シャドウキルいいんだけどさ、シャドウキルでラーダとなって死ぬ時ありそうだな。だから自分の足元に影さえあればシャドウキルできるから、こういうシチュエーションはいいよね。ただめっちゃ目立つな。でもシャドウキルが一番なんか暗殺っぽいね今までさ、強引にキル取ることが多すぎるったからさ、絶好のシチュエーションを作ってから行くっていう、いいね。ちょっと待って。バンバンシャドウキルボタン長押しの間にさ、敵がさ、範囲から出ちゃうんだけど。ああ、ちょっとあいつ、厄介だぞ。弓兵はやっとくわ。2本目のくらい投げとくわ。いい感じだ。ナイスステルスキル。死体消しできるのいいね。ぐるっと回ってくる、回ってくる、回ってくる。上からか。お、なんだなんだ、あそこいんのか、弓兵が。危なかった。無理か、ね、行ける屋根といけない屋根があるな。こんにちは。そこぐるーっと回ってくるから気をつけてね。死んでますね、シャドウキルを。ぐるっと回ってきたバンペイはどうした？帰ってったのか。帰ってった帰ってった。うん。レッチだな。これはやるか。レッチじゃねえや。エリアルキル。あ。あそこにいるのなんだよ。あの二つなんかすごい。人玉に守られてるやついいんだよ。何あれ見て見て。あれはちょっと区内じゃないと無理だな。使い切っちゃったから、あの王道を目指そう。34メートル先の。区内だけは、回復しないと。背後を取れば多分シャドウリープでもシャドウキルできると思うんだよね。シャドウリープ後にね、長押しすれば。うんうん。ただそのモーションがキルと違ってさ、ずっと出る気がしてさ、なんか背後からじゃないといけない気がする。止まれ、止まるんだそこで。よしよし。あ、やべ、ごめん、見っかった。ブーン。あー、ベジータやられた。なんかさ、見つかってる時はダメっぽい、シャドウキル。見つかってる時にシャドウキルすると、高確率でベジータされる。弾くのね。うん。うっと、撃たれるじゃん。しかも一人、魂持ちだよ。魂の外からいけないじゃん。あっ、
んかさ、今ヤダムが死んだところの下さ、入れるようになってたよ、うん、あ、網みたいになってるところ？多分入れんじゃない、ここどこよ、急にあ、お堂のとこだ。ライトバリアはどうなってんの？なんかさ、ランダムスポーンみたいな感じになってて嫌なんだけど。あれか、全員倒していったら切りないな、これは。目標を目指そう。どう？あれ、でも近くにはいないね。今のがスカッたなんて。ここに巻物がありそうです。裏かな、これの裏か。うわー、ちょっとん、どこの裏ですか？ここ今いる2か。ライトバリアを壊しに行こうか。結構ここら辺に近いのがあるんだけど、敵いなくね？あ、もう盤木使えない。 あっちにいるわ。失敗したか？あ、いっぱいいるいっぱいいる。今俺ここ見つかっちゃう。影がないんだよ。一回これで隠れて、念のため隠れて、あそこか。え、ちょっと待って、なんで？え、じゃあね、シャドウが消えた。影に、影じゃなかったのかな。あ、ねえ、おりゃ、ふう、あらがんだ、あらがんだよ。いるね。あらがんで尽きちゃったよ、スキルが。あ、9メートル。あ、近いと？どこにあるんだ？この裏か？なんか、すぐ近くにお堂がある。ナイスシャドウキル。あ、タリスマン発見。ただ、あいつからちょっと、さすがに、取りたい。いや、めっちゃいるじゃん、怖っ。あ、やばい。後ろにもいる。あ、ごめん、連れてきちゃった。影が、来る？なんか持ち場離れる感じじゃない？大丈夫だね。見つかっちゃってるよ。あー、ダメなのか。飛んですぐ Y ボタン押しちゃうとダメだ。ステルスキルが発動しちゃう。え？弓兵？え？いるね。これ？あー、あれか。やったぜ。これ見つかってんの？なんだよ。撃たれました。
影がないな。どうしたらあれなのこれ。超回復が欲しい。行けるとこと行けないとこでしょ。その右側の屋根から行った方がいいんじゃない。影家だ。影が、影どこ。影がないな。ここ影、ここは影じゃないね。ここが、ここは影。結局右側の屋根探すの精一杯だよ。敵が来た。弓兵シャドウキルしやすいよね。まあいいよ、タリスマ。そうね、お堂があるんだよ、近くに。その、うん、そのすぐ近くにお堂があるから、多分そこで復活させてくれるんじゃない。建物の向こうだと思うけど、今まさに向いてる方。94メーターね。あれ、そんな離れちゃった。タリスマン破壊してからここから毒感じたね。いたんだ。間に合うのこれ。ベジータされない。全くあれだね、ちょっとわかんないな。お堂ね、お堂ね。うん、あれタリスマン壊した。そこのタリスマン壊しておいた方がいいんじゃない。あ、それか。何が光ってるのかと思ったよ。忘れられちゃった、タリスマンのこと。はいはい。ちょっと待って、あそこにいるじゃん、危ない、ね。うん、まあ、ちょっとそういう人はほっぽってさ。そうだね。ほんとさ、どっちに向かってんのかわかんないね。ね、なんか地図を把握する前にどんどん進んじゃってるよね。良くも悪くも。この中か。そこか。あの建物、こっち。どうします。いや、しないですね。しない。こっからで始まったんじゃないの。じゃあ、先に進まなきゃダメ。うん、もしくは他のお堂か。タリスマン、こっちか。お、見られてる。え、タリスマン、この中だ。あれ、出てくの。裏側なのか上なのか、ここじゃないっぽいね。おお、弓兵いるし、あっちにもいるか。あ、この中ね、なるほどね。あ、復活したよ。何、何のタイミングか。待て、しかも、あ、そのだからお堂で復活したのか。その射程距離に入った。どこにいんの。今俺はここです。ああ、なるほどね。はいはい。射程距離に入ったんでしょ。ってことは、わかんない。ちょっと盲目しとこうかな。わかんないんだけど、今自分がさっきアロ視点で見てたにのに対してどこにいるのかわかんない。うん、倒せる。ナイス。反対側だね。危ない危ない。この下にあるよ、ライトバリア壊すやつ、きっと。あれ違うか。あ、そうそうそう、この下だね。ああ、さっきのとこだ。ちょっと全然違うとこじゃん、ここ。ここには行けなかったのか。あ、危ない危ない、中に敵いるよ、一人。ここから行ったんだっけ。ほんとだ。
いけるけど。あ、二人いる。気をつけて、ほら。え？どこ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 。マークした。どこよ。シャドウキル。あ、ほんとだ。あ、でも攻撃意外と高いんだな、ここ。届かない、何にも。表に行ってやつ倒そうじゃん。OK、じゃあこいつは俺が美味しくいただくか。あれ？大丈夫？いいよ。タリスマンがある。はい。もう一匹いるぞ、そこ。そう、外にもいるね。うん。いるいるいる。あ、張り出したから。錯覚。爆発するやつ？どうよ。行った行った行った。出したよ。くそー。爆発するよ。え？あ、爆発？不発じゃない？ね、シュフォーンって何が起きたの？ああ、だいぶ丈夫か、それすごっ。死んでた死んでた、俺視点ではもう完全に死んでた。大丈夫大丈夫、ベジータベジータ、あ、いいね。あ、向こうにもいるんだ。そう、なんか檻みたいのあるぞ。これなんだ、これ。これ周期が怖いんだけど。カメラが近すぎて撮れてないって。なんか端々に牢獄みたいなの。あれ、ありますよ。どうしました？ここです。ここら辺一体終わったかな。115メートル、43メートルっていうのがちょっとなんか怪しいな。あるよって言われてさ、詳細聞かなくてももう大体どこにあるかわかる。本当だよ、慣れてきて。え、そこじゃないといけないか。98メートル先。これは取ったやつ。44メートル右方向です。あい、ほっといたやついるじゃん。ほっといたやつの方だよ。アロがさっき。うんうん。あれ、シャドウキルする？慣れないでしょって。ちょっと怖いな。難しいな。上から。右にいる、いるかもしれないからね。うん。見ないとちょっと状況がわかんないな。いるね。いるね。騙されなかったね。よし、こいつが動くでしょ、どうせ。じゃあこの動いてる方は俺がやるわ、うん、よし、いいよ。あ、いる、なんか。したよ。でも、うん、一人だったんだよ。こっちに15メートル先。え？どこ？ 3 メートル下。この建物の中？あるね。入り口。あ、あったあった。怖っ。びっくりした。中に人がいると思っちゃった。窓があったのか。ああ、こっち入り口か、普通に。あとは、タリスマン方面ですね。タリスマンの周りに3本もあるわ。すごいな、もう全部取る勢いになってきたな。あ、取れる。超回復。これでちょっと楽になるぜ。いやー、ちょっと今日はこのまま寝よう。
マジ普通に熱出てきたわ、多分これ。こっち右方向22メートル、タリスマンとほぼ同じ距離になりますね。あ、でもここに10メートル、ここにあるな、この2階に。びっくりした、獅子落としじゃん。そして敵がいる。オッケー、ちょっと万目入っとくか、怪しいぞここ。わお、入る入る入る、いるよ、いるよ、ここは本気だね。ちょっとじゃあスクロール取っとこうよ、この建物の中。あっちの建物にもいるね、一人 ね反応しちゃったんだね。あれどこだ、6メートルってどこだこれ。あ、ここだ、これだ。普通に箱の上に置いてあったわ。取ったよ、よし。45メートル先にあるな、こっちね、こっちの45メートル先。ああ、あいつだ、なんともなんなかったやつだ。あれはやるわ俺が。倒れ方なんか変なんだけど。え、やったの。はい、これで全部かな。あと1個タリスマンのすぐ近くに1枚か。あら、この人だ。容易よく倒れてるな。そうなんだよ、クナイキルするとすごい倒れ方するんだよ。走ってくこれ、右と左で。あ、 やめて、危ない、事故っちゃうから、事故っちゃうから。行くよ行くよ、逃げて俺から。いい、逃げる逃げる、うん、そういう逃げる？待って。とっさに走ろうとするとさ、間違っちゃう。危なかったな今。これはここ行けないんだ多分ね。こっから入れってことだね。ここは何階か。ちょっとスキルを駆使していこうかな。上へ登りたいな、一回上登ろうかな。回復してきた、よし。さあ、最終ステージだね、そこ。ちょっと一回来る。あ、弓が兵がいますね。弓兵が左。あ、ちょっと待った待った待った。見つかっちゃった。あ、やばいやばいやばい、後ろ。くそなんだ、裏ルートだと思ったら普通にいたわ。どっからだ？近くでしょ？あれ？どこ？どこだかがわかんないんだよな。待って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 、いるよ、もう中入ってる、中入ってる。ね、そういうスタートなんだよな、いつも。これこそさ、ちょっとじゃあ、あれ出すよ。もう、使ってくよ。どん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 見つかってる、見つかってるよ、見つかってるよ、okay、それも考慮してんの、シャドウキルだから。ケア、下消すさあ暇がないじゃん、シャドウキルなら。シャドウキルからのシャドウキルよ。ここら辺で一回バモッカ。あれ？あ、もうバモックがない？シャドウキルしたのに？そしてこれ死ね。シャドウキルって何？うわ、ちょっと待って、弓兵がいるわ。なんでそんな絶妙なところでいるんだ。こう盤目に合わせといて、もしかして、こういう、危ない危ない危ない。こういうことか？
え、そういうもんなのか。合わせてるやつの回復しかできないのか。そりゃそっか。全部が1ポイントずつ回復とかって勝手に思ったけど、そんな虫のいい話のわけないか。で、万木吐くと。え、そしたら結構ちょっとコンボが難しいね。ああ、見つかっちゃった。見つかっちゃった。こいつしかいねえや。壁越し。ナイス。1階かな？ここの建物の。これあるよ。なんか、あれ、タリスマン。あ、ここ巻物。あれはあるの？うん。巻物ね。で、2階がタリスマンね。屋根の上壊すよ。いいよ。ちょんちょんちょんってちょっとね。次のエリアに進め。あとは取り逃しもないし、お堂があるだけだ。よし、次のエリア行こう。よし、敵がいないとは言ってない。ここか。ここから出るだけだ。さすがにこの後はムービーあるだろう。一人で。おらららら。なんか人の顔みたい。また光のゲームやらされるんじゃないだろうね。塔を見るとちょっとトラウマだね。常識通用しないからね。そういうの二度来ないっていうさ。墓だね。うん、カラスね。ね、おじいちゃんのね。光だよ。そう、光はダメだってみたいな感じだよね。ガルとかツヨシとかなんか可愛い名前多いな。あれじゃない？この名前をさつけるときにさ、日本のさ命名辞典みたいなの見ちゃったんじゃない？子供につけるすくすく育つ名前みたいなの見ちゃったんじゃないの？ツヨシはこう力強いっていう意味でみたいなさ、とかさ、光はみたいなさ。喧嘩すんな。荒神の正体について触れてるみたいだね。
は入ってこないんだよな。同じこと考えてた今。一生懸命ちょっと理解しようと思って見てんだけど入ってこねえなと思って敵は全滅取れてねえしどっかいたみたいだよ。一人でいたよ最後に倒そうかなと思って。あ、そうなの。ムービー入っちゃった。ムービー入っちゃった。はい。あ、でもすんなりだったんじゃない。結構時間的にはね。うん、まあ、うん、ただ自分たちがどこにいるのかも全く分かんなかったけどね。そうそうそう、もうやらされてる。そう近くにあるランドマークとりあえず総当たりみたいな感じになって。なんかさ、強制スクロール面やらされた感じでしたね。小野田。